はいみなさんこんにちは レック専任講師の佐々木美と申します本日は「ダイジェスト講義体験会全体構造編」ということで、えー、通常の講義はですね1コマ3時間なんですけれども、まあ、ちょっとあの1時間半で,です、ね、講義を体験していただきたいということで、えー、まああの私今日取り上げましたテーマがですねあのこちらのビデオを聞いていらっしゃる方はです、ね、法律学習経験がある方ない方さまざまだと思いますので、えー、まああの司法書試験の学習内容の中で でも非常に重要なあまあ貸したお金が返ってこないさあ。あ どうするかという話をですね具体的事例をもとにお話をしていこうかなと思うんですけれどもまずそうですね中身入る前に私の自己紹介をさせていただきますと私佐々木博美と申しまして司法書士試験には平成15年に2回の本試験で合格をいたしましたもともとですね法律学習経験とかがあったわけではないんですね私の最終学歴は短大の家政化卒ですでそしてまあ働きながらの受験勉強 勉強だったわけけですけれども、えー、そもそも使用書士を目指したきっかけというのは、えー、会社の自己啓発制度でを取得したいたたししましたで、えー、そこからステップアップとして、えー、何かあ次しようかなとさまざまな資格を検討した結果どうせ取るなら、えー、取って、えー、それ一本で、えー、自分の武器になる一生使える資格ということから、えーまあ、難関、えー、資格だなとお、ね、私にできるかなとおいうことを考えながらも「おまあ、えいや」と飛び込んで。 働きながら勉強した口なんですけれどもただまあ働きながらと申しましたけれども正確にはですね受験期間の5分の4を社会人受験生としてで最後ですねまああの1年目もですねギリギリダメだったというところもあって2年目もそれなりに順調に成績も伸びておりましたのでえま今年受かるだろうということでまあ最後ですね憧れの専業受験生やってみたかったんですね。 ね、で、えー、会社を思い切って辞めましてまああのね、えー、今年受かると、まあ、そのね、えー、自,分の自分を追い込むという意味でも会社を辞めて最後受験勉強に専念してみたんですが。 でまあ、結果的にその年受かったのでよかったんですがあの私の場合は両方経験してみて、まあ、いわゆる社会人受験生と受験勉強に専念している方のことを専業受験生というふうに言っていくんですが、えー、専業受験生両方経験してみて思ったのがあの私もう少し会社辞めるのが時期が早かったらもしかしたら2回目での合格はなかったかなというのが実感なんですね。で え確かに、まあ、これ聞いていらっしゃる方の中でもですね、えー、まあ多いのが社会人受験生もしくは例えば家事・育児をされながらもしくは大学に通いながら何かと使用士試験の勉強を並行しようと思われる方非常に多いと思うんですね。えー、受験生の中でも社会人受験生がもう圧倒的大半ですあの圧倒的多数です。 で、えー、そういった中においてまあこういこういう難関資格である司法書士果たして働きながらでもできるだろうかという,ふうに感じ感じていらっしゃる方いるかもしれませんけれどもまああのそうですね、えー、確かに大変ですよ、えー、司法書士試験やること多いですからで、えー、勉強時間の確保というのも、えー、ね課題になってくるわけですけれどもただあの私の場合は今、えー、両方経験してみて言えるのが社会人受験だったとに社会人受験生だった時にはですね時間がないからやらなきゃいけないということで。えー 非常に、まあ、例えばその細切れ時間をうまく活用したりだとかそして机に向かってある程度まとまった時間が取れる時であったとしても、えー、とにかく効率これを考えて、えーまあ、あのガツガツ勉強できていたのに対してやはりですね、まあ、あのこれ私の弱さでもあるところだったんですけれども、えー、時間がフルにあるということになるとで、えー、非常にまあ時間単位の中身も薄くなってで増えたのは えー、寝るる時時時間間間睡眠ととすだだけだったと正味の勉強時間は、えー、増えるどころか、えーまあ、中身薄くなってますからあどちらかというと、えー、勉強量でいうとお減ったんじゃないかなというところが、えー、実感なんですね。でまあそれを証拠にですね最後の最後の公開模し成績伸ばしていかなきゃいけない時期だったにもかかわらず最後に成績下がってきてしまったんですね。えー、もうそれダラダラしてるからですよ なので私の場合には社会人受験生の方が、まあ、あの時間がないからやらなきゃいけないという後押しが聞いたので,で大変ではありましたけれども。 むしろ社会人受験生で私は良かったなと思っておりますのであのぜひですね働きながらできるだろうかなと思われる方も,もうこれはやる気とやり方次第で、えー、合格は可能ですからで、えー、講義の中でもですね私自身が実践した、えー、時間がない中での例えばその細切れ時間の活用法だとかそして講義の中ではまあ,あのそういった受講,受講生さんが多いの分かってますので、えー、とにかく優先順位これを明確にして、えー、今日ここいつまでやるべきかそしてまた またえー、この時期にはこれをしてなきゃいけないだとかあっていうところを具体的に提示していきますのでぜひですね、えー、そういった学習スケジュールまあねそれに乗っかっていただきたいんですね今何をするべきなのかということを明確に提示して,提示してまいります。 でえー、結構ですねやはりあの厳しい試験ではありますのであの私自身ですね皆さんに私の講義を受けたからにはあ是非とも合格これをしていただきたい受かるための講義を提供していきますし、えー、そのためにはあの私性格的にもですね,、えーあのねえー、まあ そうですねあんまりうまいことといいますかゆっくり塗るみんなで仲良く頑張ろうねみたいな確かに仲良く頑張るのはありなのかもしれませんけどもやはりお一人お一人が受かっていただかなければ意味がないのでそういったところでは正直なところ厳しいこともたまに申し上げますしそしてまた結構皆さんに提示するハードルというのは高いかもしれません。ただそれは試験合格 にはそのぐらいは必要なんだといういわゆる本音の本音を提供してまいりますのでぜひまあそこに乗っかっていただきたいんですね。 で、えー、まあ私自身感じますのがもう少し十年以上になりますけれどもあのそうですね、えー、一発合格者短期合格者私のクラス結構多いですでその中でもですねあのまあね多くの受講生さんと接してきて、えー、一発合格短期合格される方の特徴で言いますとあのもとの基礎学力だとか、えー、特に例えば学歴だとかっていうのは全く関係ありません、えー、私のクラスの合格者、えー、もう中卒から東大法学部卒の方までいらっしゃいますけれども。 皆さんに共通して言えるのがもう素直な方ですね。えーまああのねえー まあそれをすんなり,取りあの、ね、私が提示したことをそこに乗っかっていただいてであのもちろん個々、ねえー、の,の性格もあると思いますので、えー、いくつかのやり方は提示しますけれども「えー、ここは結構です」「やらなくていいです」といったところに関してはもう試験合格のためですからそうすると、えーまああの「ここは出ません」といったところこれを「やったらラッキー」って思えるか。 えでも気になると思うののか、えー、そこの違いが出てくるるのかななとと、まあえー、気になるという学習意欲的にはいいと思うんですけれども出ないところはどれだけ時間をかけてものにしたとしてもそれは合格のためでは合格のための勉強ではなくなってくるんですね。えー、ですから、まあ、あのそういったところはですね、えー、全部、えー、必要なところが終わってから見る分には構いませんけれどもあの学習の優先順位これを意識していただきたいということです。よく出出るととこころろははそして出ないところはもうバッサリ カットということでメリハリのある講義ですね得点をするための講義これを展開していきますのでぜひ2017年の一発合格を目指して一緒に頑張ってまいりましょう。ということで前置きはこのぐらいにいたしましてまずこの司法書士試験という資格ですねいわゆる町の法律家というふうに言われるんですけども、まあ、法律家では皆さんにちょっとご質問です。 法って何ですか、えー、というご、ねえー、質問なんですが何か守らなければならないものとかでもしかしたら固いイメージがあるかもしれませんけれどもでこの「法」って何ですかという言葉に関してレジュメがお手元に各、ね、本校で聞いてらっしゃる方はお手元にあるかもしれませんがでいいですか画面の方をちょっと映しておりますが「法とは何か」というところで「 まず定義です。国家権力による強制力を伴った社会規範これが法ですよということなんですよ。でそうするとなんか守んなきゃいけないものというイメージちょっとなんか難しくなっちゃったということかもしれませんがまずこの言葉を読み解いていきましょう。社会規範という言葉なんですが規範というのは、まあ、ルールと置き換えてもらって結構です。 つまり社会規範という我々社会生活営むにおいてさまざまなルールの中で生活しておりますけれどもその中でも法の特徴といたしましてはここにあります国家権力力による強制力それを伴っているんですよとこれが法の特徴なんですね。 えー、社会のルール守らなければならないものの中、えー、なんだけれどもその中でも国家権力力による強制力が伴うんだでは、えー、具体例で見てまいりましょう。エグザンプル1番一、えー、でこの、ま「道徳です」でこの道徳というのも我々が社会生活を送るにおいて、えー、必要なルールですよね。で、えー、例えばバスの中ではお年寄りに席を譲らなければならないと。 ほ、えー、他にも、まあ、例えばその割り込みするなとかねえー、道徳ですねで、えーまあ、これもおね守るべき社会のルールですよねでさらにはその後ですでは法ってどうでしょういろ,んなもいろんなものがありますけれども例えば借りたお金は返済しなければならないとおこれ民法のルールなんですね。 でえー、そんな当たり前じゃないかとで、えー、思うかもしれませんが、えー、これは民法という法律の中に明確に定められております。というのが例えばですね人からお金を受け取りますよお金を受け取ったら、ね、それは常に返さなければならないかというとこれは、えー、借金という形で受け取ったのであれば、えー、返すことを前提にお金を受け取っておりますから返済義務が発生します。これに対して 贈与という形で受け取ったならば返す必要はありませんよね。で民法はさまざまな契約これをね、えー、定めておりますけれどもね、えー、借りたのであれば返す義務がありますよ。もらったのであれば、えー、返す必要はないわけですね。借りたお金は返済しなければならない。で、えー、これは民法で定められたルールなんです。で、えー、ではさらにはね今度は別のもので見ますとこの刑法です。 皆さんご存知の殺人罪なんですけれども人を殺したら死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられるということで,でこの無期というのは後ろの懲役にかかっているわけですよね。死刑そしして無期懲懲役役もしくは5年以上の懲役ということで。 でえー、まあ,あの殺人ですね、えー、絶対やってはならないことですよであのただやはりですね、えー、上場、えー、等に応じて、えー、こ,のこのような刑罰というのは幅があるんですね。 で例えば、まあ、無差別大量殺人だとか、ねあのね、非常に悪質性強悪性の高いものとかであれば死刑ということもありますしそしてまた絶対やってはならないことではあるけれども加害者側にも一定の、まあ、同情すべき余地があるというような状況も、まあ、ないわけでないかですね。 まああのねえー、ただそうどういう状況があったにしてもやってはならないただし、えー、刑罰の部分で,で、えーまあ、一番軽くて懲役5年とを、ねえー、いうところになってくるわけですね。でそうすると、えー、人を殺しておきながらその刑罰を課さないだとかっていうのはありえないわけですよね。 でえー、そのような形で、まああのねえー、人を殺したのであれば最低でも5年以上の懲役これが課せられますよと。でこれも国家権力による強制力がこれが伴っておりますよということです。で,、えー、では、まあ、そこでですねこの国家の強制力なんですが、えー、今度その下2番に移りましょう道徳と法の違いですね。 で、えー、道徳であれば、まあ、違反状態を強制的に是正する手段はありませんよと例えば、エグザンプルで若者 A がおじいさんに席を譲らなくとも A 本人に道徳を守る気がなければそれまでであるとつまり道徳違反状態が存続することがありますということで。 例えば、えーまあ、若者 A がバスに乗っておりました。俺すっげえ疲れてんだよということで、えー、ようやく席に座れたと、えー。やれやれと思った途端ですね、目の前にお年寄りがあね、立ちました。でそうすると、 まあ周りから「ああね席を譲らない,と白い」と白い目で見られることはあるんでしょうね。場合によってはちょっとおせっかいのおばちゃんに「あんたどきなさいよ」とか言われることがあるかもしれません。ただしそこでですよ、まあ、じゃあそのバスに国家権力の人が乗り込んできて「えー、どきなさい」とかあ「無理やりいい席から引っ張らす」みたいなことはないわけですよね。で、えー、周りから「お前どけよそうだそうだ」とか言われようとも本人に道徳を守る気がなければ道徳違反状態が存続することがあるわけですよ。 え少なくとも違反状態を強制的に国家の強制力によって是正することはできないんだということです。でえー、これに対して 法なんですが法に反した状態のことを違法というふうに言っていきますが違反状態違法状態の存続は許しませんよということで特にこの国家権力による内容実現の方法が定められておりますよということで。 まああの具体的にはですねその定められている他の法律で定められているんですねということで米印にありますような民事訴訟法だとか民事執行法のような条文で定められておりますよということです。 でえー、例えば先ほど言いましたあの、ねえー、貸したお金、えー、返してもらえる逆に借りた側から言うと返済しなければならないで、えー、そして、えー、お金を返してもらってない状況があるならば裁判所という国家権力の力を借りてお金を回収することができますよと具体的なお話は次のページでまた後で見てまいります。他ににも例えば先ほどの殺殺殺人人ししししままょうか、えー、殺人いやそううかそそですすね X が Y を殺しましたでそうすると お警 X が逮捕されてそして検察に送って検察があ、ね、起訴する、まあ、起訴というのは刑事裁判ですね、えー、で、えー、起訴をしてでそして刑事裁判によって、えーまあ、あの X が例えばあ懲役10年ですとか。 でそして X がどんなに反省していたでどんなにね誤ったとしてもでもう10年間刑務所ということでこれも国家の強制力によって法内容の実現となるわけですよね。で,ではですね今道徳と法で申し上げましたそれ以外に何かその社会のルールどういったものがあるのか。例えば 高速ですね、えー、この拘束というのも学校の一つ学校という一つの社会におけるルールーですよで例えば拘束、えー、じゃあそうですね、えー、バイク禁止茶髪禁止という拘束、まあ、があったとしましょうか。 でそうすると、えー、例えば、まあねえー、バイクに乗って学校来るだとか、えー、バイクに乗ってる生徒がいたとするとで、えーまあ、もちろんですよ、えー、その先生から叱られたりだとか場合によっては停額だとかでそういったことがあるかもしれませんね。茶髪に関してもそうですよね,ね、えー。生活指導の先生に怒られたりだとか場合によってはですよワ、えーム、まあねえー、無理やりもうそこで染めなさいだとか、ね、黒くしなさいだとか言われることはあったとしても。 また茶髪にしたり、えー、すると、もう結局道徳ああのして、えー、その拘束違反の状態っていうのが存続するわけですよね。で、じゃあですよ、定額だとか賛約退学ということがあ守ってなければあるかもしれません。しかし、それは少なくとも国家の強制力ではないですね。で、えー、強制的に是正することはあったとしても、ただ、えー、それは国家の強制力が働いているわけではないと。 ほかにも例えばじゃあそうですね宗教、えー、規則というね、えー、これも一つの会社という中におけるルールですよね宗教規則ではあ,ある会社に副業禁止バイト禁止とかああいう宗教規則があったといたしましょうでそしてまあね、えー、こっそり隠れてバイトをしていたでそうするとまあ場合によってはですね会社に怒られてまああのねそれでも言うことを聞かなければ ねえー、定職だとかあ最悪懲戒免職みたいな首、えー、ですよね首、えー、ということがあったにせよそれもやっぱり、えー、国家の強制力ではないわけですよね。 でまあ,あの他にもさまざまな、えー、社会規範社会のルール例えば宗教であれば戒律だとか、えー、町内会の中でもその、ね、規則だとか、えー、そういったものもあるかもしれませんさまざまなルールの中で我々は生活しておりますけれども、えー、少なくとも国家の強制力が働く、えー、これはあ、ね、法なんですよということです。 とということで、えーまあ、その下にです、ねえー、図があります、えー、社会規範、えー、といたしましてさまざまな社会規範がありますけれども、えー、その中でも特に、えー、国家の強制力があるかないかというところで、えーえー、国家権力、えー、国家権力の強制力。 が社会規範の中でも法にはあるけれどもそれ以外にはなしという違いがあるわけですね。では今法とは何か法とは何かという言い方をしてきました。ね、そこで ちょっと一番下、えー、ラスト2行をご覧いただきたいんですが、でここにまあ、花みたいなマークありますねよく見かけかると思うんですが、でこれはあの講義の中でアスタリスクというふうに言っていきますアスタリスクですね、えー、ご覧ください法律とは法のうちで国会の議決により制定されたものであるとありますでつまり法と言ってもいろいろな種類があるわけですよ。 法律ももちろん法ですし、えー、法以外の,あの法律以外の法もあるわけです。ということでその下法律以外の法の具体例といたしましては例えば政令省令省とこういったものがあるわけですねですから、まあ、イメージ的にはですねちょっと画面の右側の方に書きますと要は法にはさまざまなものがありますよ。法律 もあれば、えー、例えば「あ政令」だとか「省令」だとかだとかあと「条例」ですね、えー、こういったものがありますよということなんです。で えー、制定主体の違いとありますどこで違どこで作ったのかというとこなんですがまあ、皆さんご存知の通り国会はあね、えー、唯一の立法機関と憲法にも定められておりますということで法律というのは国会で作るわけですよねではその後政令というのはこれどうでしょう内閣で作るんですよ そして省令、えー、といったものこれはもうさまざまです各省庁だとか、えー、で作ったりするんですがほかにもそして条例これは地方議会で作る、えー、その地域のルールなんですけれどもで、えーまあ、例えばその地域のことはやはりですね、えー、地方のこと一番よく分かってる地方議会で作るべきだということから、えーまあ、そういった条例があ、ね、地方議会で作ったりするわけです。えー、これれらいずれも法なんですよね え作った場所が違うんだで、えー、これらに反した状態があると国家の強制力が働きますよということであります。で、えー、司法書試験の中でもですね、まあ、条例は地域によって違いますので司法書試験では出題されませんけれども、えー、例えばこの政令だとか省令っていうのも部分的に扱うこともあります。 まあねえー、ということで、まあそうですねえー、法、まあ、使用書士はあ、ね、そ,のそういった法律を勉強していくわけですがで使用書士験の出題科目全部で11科目あります。 でえー、ただ11科目それぞれに例えばですね、えー、司法書士っていうのは登、ま、記、あの専門家ですけれども、えー、例えば不動産登記法という法律がありますけれどもで不動産登記法これは法律ですから国会で作ったものなんですがただ、えー、プラスアルファ細かい部分は例えば今申し上げた「政令」だとか「省令」で規定しているところもあるんですね。 つまりイメージ的には大枠を法律で作って細かい部分についてはより現場に近いね行政まあね政令だとか各省庁例えば法務省だとかで作ってもらうというイメージですよね。細かい部分のルールに関しては政令、省令をね学習していくこともありますよということです。 まあえー、具体的にはまたあ個々の科目の中で、えー、学習していきますけれども、えー、まずうその皆さんに今,今この段階で分かっていただきたいのは法とは何かあーといったら国家権力による強制力を伴った社会規範であるとこの定義ですね、えー。国家の強制力が働くんだあーということをまずう理解してください。 ではあそれをもとにですね、えー、今度はより具体的な話で見てまいりましょう、えー、続きまして次のページなんですが先ほどの「借りたお金は返さなければならない」ですね、えー、それの具体的に見ていきましょう今度、えー、プリントの3ページいいですね、えー、エグザンプル具体例ですが「借りたお金を返さない場合強制執行」 でえーまあ、この強制執行には実はいろいろなものがあるんですけれども強制執行の一つの具体例として強制競売というものがありますこれを受けることになりますよと。でなんか「競売とかいう言葉はあね時々耳にしたことがあるかもしれませんけれども、えー、一般的にですねニュースなんか聞いてますと「競売という言い方をすることがありますね。でえー、ただ、えー、お法律の世界ではです、ねこれ競売 競売という,ふうに言っていくんですね。競、え、売、ー、でも間違いではないんですけれども、まあ競売というのがあね、えー、法律用語としての正式な読み方になります。で、ではこの強制競売に関して見ていきましょう。事例といたしまして、今回 X は Y にお金を貸しました。そして弁済期、この弁済期というのは支払い期日のことです。 え弁済期約束の支払い期日になってもお金を返してくれませんという状態があったとしましょうでは皆さんお金を貸した側の X さんだったらどうしますもちろんですね Y との間柄にもよるでしょうねそしてまた例えばじゃそうですねえー、ランチ代として1,000円貸したね明日返すわと言ってたけれども返してくれないええー まあ、あじゃあまた今度でいいかと思う場,お場合もあるでしょうしまあいいやあいつには世話になってるし、えー、もういいや催促するのやめようと思うかもしれませんね。でただ、えー、まあ本気で回収したいと思ってるような場合においては、えー、まず一つ考えられるやり方としてそうですね、えー、荒っぽい手段。 ね、によることというのも、まあ、あ一つ考えられるわけですよで、まあ、こういったものをですね自分の力で何とかしますということで「自力救済」という言葉でもお、ね、言われるんですけれどもじゃ例えばですよ1,000、まあ、円だったら話はあれなのでじゃそうですね、えー、ししお友達に10万円貸しましたでお友達が給料入ったら返すからと言っていたのに約束の給料日25日になったけれどもお返してくれないと。 どうします皆さん顔本気で回収したいと思った場合まず様子伺ってみますよね普通であればまああのね、えー、給料入ったけどとどうとねあのあれ、えー、約束のお、ね、期日だよとお言ってみたりだとか、えー、ストレートに、えー、金返せよとおいうことがあるかもしれませんね。でまあ要はあ相手方の様子を伺ってみるとまずは催促するわけですよね。でそれでも拉致が明かない場合どうします まあね、例えば10万とかであればあ Y の家に乗り込んでって例えば金目のものをぶんってくると、えー、高級腕時計があるならそれを持ってってくる、えー、10万相当の財産見つくるっても持ってくると、えー、いうことがまあ一つ考えられるしかし人のものを取るってこれ窃盗罪ですからね。 ねえー、ですからまあそういったまあ自力救済というのはやってはいけないんですよいくらお金を貸していると言っても人のものを分取ってくるだとかね、えー、そういったことはしてはいけませんということなんですねえー、逆に自分が窃盗罪で捕まってしまうということなんですねですから権利があると言っても何をやってもいいというわけではないわけです。 で、えー、ということでではどうするかじゃあ、えー、国家権力が力を貸しますから合法的に取り返せばいいじゃないかということで、えー、そこでまあちょっと図ご覧ください今回ですねちょっと事案を大きく x は y に1000万円貸したという事案で考えてみましょうで、えー、まずですねあのー、法律学習経験がある方は用語だとかっていうのはね、えー、マスターできている部分もあると思いますがまず 債権、えー、者 X とありますがまあこれはお金を貸した人のことですね貸主お金を貸した人のことを債権者と言いますつまり払えという権利があるわけですね債権、えー、というのは人に対する請求権なんですよ、えー、返せという権利があるという意味で債権者と言いますで、そして今度右側ご覧ください右上のところ 債務者 Y とありますがでその下に括弧借り主お金を借りた人と書いてありますが Y はお金を借りたわけですから返済義務があるわけですよね、えー、返す義務があるということで債務者と言うんですよ債権債務という言葉はまあ要は請求する側から見たら債権そして請求される側に立つとそれが債務という言葉になるわけで XY 間の間の白抜きの矢印丸 ① 貸金債権1000万円とありますがでこれは X 側から見たようですよね、えー、返せと貸した金返せという権利 X の権利がありますよ額額としては1000万円ですよということで XY 間で貸金債権1000万円これが存在しますでは、えー、弁債金になっても返してくれないそこで えー、どうしましょう Y さんんお金返してくれません国家権力の強制力、えー、これを使うことにしましょう。ということで X はまずどうするのか二番で。 訴え提起というものをいたします、まあ、この「訴え提起訴え起こす」ということで「起訴」なんて言ったりもいたしますけれども裁判所に対してですね、えー、言うわけですよ「えー、私は Y にお金を貸したんです約束の返済期日になってもあいつはお金を返してくれません」えー、つきましては裁判所さん「Y にお金を返すよう言ってやってください」ということで裁判所に訴え起こすわけですねで。そこで裁判所どうするか 裁判所は XY 両者を呼び出してまずは話を聞いたりいたします。というのがいくらですね X が金貸した金貸した場合によっては例えばその借用書だとかを持ってきてほらほら裁判所さん私、y、にお金貸したんですほら、えー、ご覧の通りですと 借用書見ると「おなるほどな」と「えー、Y」の犯行もしてあるし、えーまあ、どうやら X の言っていいるることと間違ななさそうだなというだ状況があるかもしれませんしかし裁判所はそれでも「ね、XY」両者を呼び出して、えーまあ、話を聞いてみますまあこれ口頭弁論なんて言っていくんですがで、まあ、両者から言い分聞かなきゃいけないんですよ。だってですよ いくら X が借用書を持ってきて Y にお金払うよを言ってやってくださいそこには Y のサインも書いてあるとしてももしかしたら当該借用書偽造書類かもしれないですよねそしてまた例えば Y の言い分聞いてみるといやいや確かに私1000万借りましたけど600万はすでに返済済みですから残りは400ですよって1000万払えと言われるのは侵害ですねと Y が言うかもしれませんよね。ね他にも 何言ってるんですか確かに、えー、X から1,000万円受け取りましたけれどもあれはもうお,、ね、お前困ってやるからこれお前にやるよというふうにもらったものなんですですから返せと言われるのはとんでもないと。ね Y の言い分だって聞いてみなければわからないわけですよね。ね他にもですよ「確かにお金借りました」ねえー、ただ、えー、もう10年以上も前の話ですよと時効でチャラですと。 えねえー、いうことを Y から言われるかもしれませんよね、えー、つまり、えー、両者の話を聞いてみなきゃわからないということですよって裁判所はどうするのか、えー、まず裁判所丸 ③ 番で真理判決ということで真理というのが今申し上げた、えー、まあ両者の話を聞いてみて必要であれば証拠調べとかをしてみるわけですそして裁判所が下す結論が判決ということです でこの「呪祖裁判所」っていうことを言葉はですねまた後でご説明しますがで、えー、このように訴え提起を受け付けてそして、えー、審理判決をする受訴裁判所ですではあそこで、まあ、裁判所が今回下した結論「まあ、Y は X に金1,000万円支払い」という内容でしたつまり X の言い分を全面的に認めたわけですよね。で、えーあのーまあ、俗に「X 勝訴」ということです。 で裁判所です、ね、判決出す時に、えー、まあ「あ X」「勝訴」「Y 敗訴」とか「勝訴」とか「敗訴」とかいう言葉は判決の中では用いません。X の言い分を100%全面的に認めたのであれば俗に言う全面勝訴。で例えばですよ先ほどじゃ「えー、600万円は返済済済みですから残り400です」と Y が言ったならば裁判所は下す結論どうなるか。 X は1000万円払えというね判決を求めたわけですよね。しかし裁判所が下す結論っていうのが400払えですよね。つまり X さんの言い分が全面的に認められたわけではないので、しかし X さんに対してはあまあ4400は認めたわけですよ。400勝訴600敗訴みたいな感じですね。いわゆる一部勝訴ってことですよ。 X は 1, 万円払えという判決を求めたんですでその上で、えー y、が600はすでに返済済みですという主張をしたならば400万円払いなさいという判決になりますから、まあ、1,000 100万,、えー、万円求めたうち、えー、400万円は、X、の言い分が認められた一部勝訴という結論なわけです。 で,まあ、いいでしょうでそこでこの度は「X」の言い分を全面的に認めました、まあ、全部勝訴というような形ですがでこのような判決が出ました。でそこで、まあ、Y さんもですねもうあの「そうだよ俺借りて」って返してねえよという状況であればその後どうするか。まあね Y もこの後ですね、まあ、実際裁判っていうのは出た判決に納得いかなければ例えば控訴。 えね、日本って三審制、えー、まあ3回調べてもらうことができる上級審に挙げていくことができるというシステムにはなっておりますけれどもこの辺りの三審制の話もまた講義の中で詳しくやっていきますがねえー、まあ Y もですねもうそこでもういいやこれもう控訴したところでどうせ勝ち目ねえなと思うならば、えー、そこで、まああのね、2週間ほったらかすと、えー、最終的に当該判決で内容が確定という形なんですね。ね えー、そこでじゃあ今度、えー、ちょっと図のすぐ下ご覧ください。まず今申し上げた丸二丸三のお手続きですね。X が裁判所に訴えを提起してから裁判所が判決を出すまでの手続きを民事訴訟と言っていくわけですよ。でこの民事訴訟の役割というのが権利関係を確定させる手続きと。 これが民事訴訟なんですつまり本当に先ほど言ったように x が y に対して1,000万円の貸金債権返せという権利を持っているのかどうかそこに白黒をつけけるわけです先ほど言ったように1,000万円じゃなくて場合によっては400だえー x、の権利は400万円だということもあるでしょうし場合によってはですよ Y が何言っってるんだあれはもらったもらたのですえー、ということで Y の主張裁判所が、えー、認めたのであれば結局 X はそのような権利は持っていなかったということになるわけですね。えー、権利関係に白黒をつけるそもそもそういった権利があるのかないのかあるとしても、えー、額としてはいかほどか、えー、権利関係をはっきり確定させる手続きこれが民事訴訟という,うに言っていくわけですよ。で でではですよ判決出してもらいましたそこで、まあね、今回で言うと 1, 万円全額の判決が出たわけです、ね、え Y もですねさっき言ったようにもう観念してどうせ控訴しても無駄だろうなということでほったらかしといたらその判決の内容で決着ということになるわけですがじゃあですよ判決出て裁判所に1,000万払いなさいと言われて Y さん すすんなりり払えばそれでで、えー、もう話はり終わりですよかったねとおいうことになるわけですが判決出たとしてもですよ言うことは聞かない人っていうのは結構いるわけですよ。特ににこの民事訴訟なんかにおいてねで、えー、じゃあそこで、えー、例えば1,000万払えという判決は出たけれどももうワインは開き直っちゃってもう払えって言われてもね確かに俺もお前のお金借りてるけれども現金ねえしと。 いうことで、あのね、えー、もうね、えー、開き直って、えー、る人もいると。じゃあどうするか。え、せっかく X は判決をもらったにもかかわらず、ね、えー、Y さんお金払ってくれないわけですよ。裁判所に払いなさいって言われても、Y は無視してるわけですよね。でも、先ほど申し上げましたように、自力救済は禁止ですよね。 判決の紙持って Y の家に行って乗り込んでって金目のもの車とかいろんなものをぶんどってくることできるかそれでもやっぱできないんですよね。でどうするか。じゃあまたそれで判決出ても言うこと聞かないんだったらもう一回裁判所にいらしてくださいということで。今度は図のえー X からえー下に降りている丸 ④ 番ご覧いただきたいんです。 えー、今度、四、えー、の手続きといたしまして、X、から丸4、えー、今度はですね、経、え、売、ー、申し立て、えー、ということで、裁判所、括弧執行裁判所とありますが、先ほどは受訴裁判所でした、今度は強制執行を担当してくれるところに行ってください。えー、これ執行裁判所というふうに言っていくんですが で今回ですねまああの Y の下にじゃあ今度平行四辺形の図こちらをご覧いただきたいんですがで今後ですね講義の中で平行四辺形の図が出てきたならばこれは土地のことだと思ってください。でもう図の表記のお約束として平行四辺形の図が出てきたら土地のこと。で Y さんはですね、まあ、現金は持っていなかったけれども土地を持っていたんですよ。でそこで Y 所有の土地が1500万円の価値とあります。 つまり Y さんが例えば不動産屋とかに行ってですねこの土地を売りたいんですけどといえばまあたいその相場で1,500万ぐらいで売れたとお売れるような土地を持っていたとしましょう。ででもですよ Y さんは自らそれを売却通して X に1,000万の返済をすることなく Y はもう俺現金持ってねえしということで開き直っているとどうなるか。今度はですね X が裁判所に えー、丸四番で軽杯を申し立てるわけですね。えー、どういうことか。私は丸三番で裁判所に受訴裁判所にこれこれこういう判決を出してもらいました。つまり X の権利を、えー、その判決が証明しているわけですよね。 にもかかわらず、えー、Y はお金を払ってくれませんつきましては裁判所 3Y は1,500万相当の土地を持っていますからあの土地売っ払っちゃってくださいということを丸4番で裁判所ににお願いしに行くわけですねえつまりいくら1,000万の権利を持っている X であったとしても Y の土地を X が勝手に売るわけにいかないんですよね。 ということで国家権力である裁判所にその売却をお願いするわけです。ねそうするとじゃあ裁判所はあ、ねえー、裁判所がこの土地を売るわけですがでその売るう、ねえー、のが丸五番土地を強制競売この強制競売というのがまあ例えばですよ、えー、Y が泣いて頼んで「もうあの先祖代々の土地なんですよ手放さげに行かないんですお願いしますよ勘弁してください」って言ってもダメなんですね。 強制的にだって判決出たのに払わない場合が悪いわけですから裁判所が Y の土地を強制的に売りますで「競売」という言葉から分かりますように競り、まあ、売りと書きますよね。で、えーまあ、基本的に一番高い値をつけた人が買い主ということになることができる。でえー、つまり、まあ、あのこの競売ってですね入札形式なんですよ。でえーまあ、あのね、えー 欲しい人がですよこの土地を欲しい人がでいくらいくらって入札をするわけですでその中で一番高い値段をつけた人がこの土地を買うことができるとまあイメージ的にはオークションみたいな感じですよねでそこで,であの裁判所もですよまあそこで一番高い値段をつけた人に対してこの度土地を売ることにしました。でちなみに あのまあ、これ1,500万ソ相当の,の土地になっておりますがで実際はですね競売ってなかなか一般の方手出しづらかったりもいたしますので一般の取引価格よりは、えーまあ、あ若干安くなったりというのが、まあ、あ通常なんですけれども。ということで,で例えば不動産さんとかで売っていれば1,500万で売れたであろう土地だけれども、えー、この間競売にかけてじゃあ Z という人が 1300万円で入札してそれが一番高い値段をつけた人だったということにいたしましょうか Z が、ねえー、最高価買い受け人まあということで裁判所はよっしゃこの土地 Z に売るぞとおいうことを決めたならばどうするかで今度丸六番ですよ Z がこれを買い受けることになりましたで、えー、その1300万円の値をつけた Z なんですが Z は y の土地を買うわけですが Z が1300万円を支払うのは Y に直接払うわけではないんですよ。y に直接お金を払ってしまったら Y さんがどっかに隠しちゃうかもしれませんね。x の手に渡らなくなりますからどうするか、まあ、裁判所に払うわけですよ Z はで。そして まあねえー、その売却代金裁判所に支払われた1,300万円そこから X に対して、まあ、配当という形で1,000万円渡されることになる渡ることになるわけですよ。このような形で X さん随分、まあ、長い道のりになりましたけれども、ねえー、お金を貸して返済期、えー、弁済期から、えーまあ、あ不動産競売とかだったりいたしますと、まあ、1年かかることもざらにあります。 えーまあ、訴え提起裁判だとかっていうのも、まあ、すんなり Y さんが、えー、争う姿勢を見せなければ、えー、民事訴訟、えー、こののの手続きっていうのもすすんなりり終わりますしかし、えー、Y が争う姿勢を見せたのであればその分裁判も長引きますし、えー、強制競売の手続きっていうのも、えー、不動産であればそこそこ時間もかかりますずいぶん長い道のりにはなるけれども少なくとも国家権力の力を借りて貸した金返せ。 の内容を強制的に実現することができたわけですよね自力救済によることなくということです でそこで、じゃあ今度文章2ブロック目に行きましょう。今申し上げた、敬倍なんですが、丸四丸五丸六の手続きです。判決が出た、そして確定したとあります。この確定も先ほどちらっと申し上げましたけれども、で、えーまあ、判決っていうのは、えー、三審制です、えー。ですから1回目の判決に納得いかなければ控訴することができます。そして2度目の判決にも納得いかない場合には、 もうよく言いますね、えー、徹底的に最高裁まで戦いますみたいなことこういうことありますけれども。 でえー、そのようなことがなければ判決が出て、えー、2週間経ったらあそこで文句があるなら2週間内に言ってくださいというシステムなんですね、えー、ですから判決出たで、えー、2週間内にそのような控訴とかがなければそこでもう後から蒸し返すことはできなくなるわけですよ判決出てから1か月ぐらい経ってからやっぱりじっくり考えてみたけど納得いかねえそういえば裁判所さん1か月前の話なんですけどねとか言っても,も無理なんですね ですからら、えー、文句があるなら2週間内に言ってください、えー、2週間内に文句がなければそこで確定ですよとあとからもはやむ蒸し返すことはできなくなりますよと確定しましたで、えー、確定したあとそれでも Y が払わなかったら X が裁判所に競売を申し立ててそして土地が Z に競売されて その代金の中から、X、が1,000万円回収するまでの手続き上の「丸四丸五丸六の手続きですがこれを民事執行といいう,うに言っていくんですで、えー、具体的な手続きもうちょっと細かく後で見ていきますけれども「民事執行」というのは確定した権利があることを前提にその内容を実現する手続きなんですね。 とということで民事訴訟がそもそもあなた1,000万の権利持ってるかどうかその権利関係を確定させる手続きそして確定した権利が存在するということを前提にその内容を実現していく手続きなんですよ。ですからいきなり民事訴訟をはしょっていきなり民事執行に行くという事案この事案では無理ですしそして民事訴訟だけでは まあ Y が言うことを聞かなければ最終的な内容実現はあね、えー、X 一人ではできないということなんです。で、えー、そこでまあ民事訴訟法も民事執行、民事訴訟も民事執行も司法書士試験の試験科目です。で、えー、司法書士は合格後に、えー、裁判をすることができると。 こういうとこなんですがあ、司法書士はこの民事訴訟ですね、えー。何でもできるわけではないんですが、えー、簡易裁判所という裁判所。まああの比較的事案としてはシンプルな事案です。まあ貸した金返せだとか、ね、えー、給料払ってもらってないだとか、代金未払いだとか、あね、えー、家賃払ってもらってないエアパートから出てってくれとか、もしくは大家さんがあね大家、えー、さんに対して資金返せとか、まああの交通事故の物損だとかの損害賠償請求とかですよね。 さまざまな事案としては非常にシンプルなあ法,的あ法的な話だとそんなに難しくはない、えー、そういった比較的、少額軽微な事件、えー、額も140万円以下、えー、となっておりますがそういった少額軽微な事件、えー、民事に関する紛争を司法書士簡易裁判所という裁判所で民事訴訟を,これをしていくこともできるうようになっておりますので司法書士兼でも民訴訟法、えーねえー、出題されます。でえー、そして えー、その民事訴訟が司法書試験の試験科目5問出ます民事執行に関しても試験科目でありますが民事執行法ってですね実は1問しか出ないですよ でも1問しか出ないけれどもこのように民事訴訟と絡んでますし今言った客体が不動産などであれば不動産に差し押さえの登記とかいうものも入りますのでで、えー、民事執行法というのは出題数としては1問だけれども他の科目との絡みを考えると1問以上の重要性はあるんですね。 でって、えー、いうような形で、えー、まあ民事訴訟、民事執行、この二つの条文を使って、えー、内容を実現していくことができるんだというとこです。でちなみに先ほど言葉として、受訴裁判所、執行裁判所という言葉が出てきました。で、えー、受訴裁判所というのが民事訴訟をこれを行う裁判所のこと、そして執行裁判所というのは民事執行を行う裁判所のことを言います。 でえー、裁判所を日本全国各地に存在しますけれどもで、えー、例えばですよ、えー「X も Y も東京に住んでいるから民事訴訟はあ東京で行った」例えば東京地方裁判所で行いましたという場合で,では「Y 所有の土地はじゃ例えば大阪にしましょうか Y 所有の土地は大阪に存在します」という場合民事訴訟を東京でやったとしても「 土地の競売は大阪であった方がいいですよね。だって土地は大阪にあるわけですから、大阪の土地を東京で売るよりは大阪で売った方がいいですよね。現地の調査とかも行きやすいですし。えー、ということで、えー、まあ例えば民事訴訟は東京でやった、受訴裁判所は東京だった、執行裁判所は大阪ということもあるわけです。 でつまり、あのーまあ、民事訴訟民事執行、まあ、役割が違うわけですよ。なので,あのそうです、ねえー、最初についた、えー、裁判官があ、ね、最後の最後までアフ,アフターフォローで専任の担当者がとかああいうねどっかの保険会社みたいなことをするわけじゃないですね、えー。民事訴訟の裁判所民事執行の裁判所それぞれ役割は違うんだというとこです。ということでまあ、あのー、ね まあこのように裁判所も役割分担になってるんですがじゃあ今度ですね一番下で民事訴訟にしろ民事執行にしろというところをご覧ください民事訴訟にしろ民事執行にしろ X が裁判所に起訴、まあ、訴えていきですねであるいは丸四番の「刑賠申し立て」をしなければ手続きは始まらないつまり法内容の実現を国家権力によって強制するといっても あくまでも x の裁判所に対する働きかけがあることが前提となることに注意ということです。でつまりですね。裁判所って基本的に言われなければ動かないんですよ。 おねえー、例えばですよ X が Y にお金貸してるということを情報裁判所がキャッチして裁判所の側から「あ,あなたお金貸してるんです」って返してもらってないらしいですね訴え提起しませんかということで裁判所から訴え提起のお誘いが来るなんてことは絶対ないですしそしてまた判決が出ましたでそこで、ね、その後 X から何の連絡もありません、えー、裁判所の側からあ判決が出て、えー、ね、あのー、控訴もなかったようです。 でえー、そろそろもうね、えー、1か月ぐらい経ちますけど X さんどうします強制競馬やってみませんかみたいな裁判所の側から強制執行をやりましょうかというお誘いが来ることはないんですね。裁判所ということでまあ,あ裁判所に対する働きかけがあることが前提となることに注意ということなんです。で、えー、まあこのような形で、えー、お金を貸して返してもらってない 国家権力による内容を実現民事訴訟だとか民事執行で定められておりますよということですではさらに今の話をもうちょっと具体的な事例に踏まえて見ていきましょう続きまして今度4ページご覧いただきたいんですが で同じ事案ですね、えー、民事手続き法におけるメニューといたしまして、えー、事例として X y お金が XY にお金を貸したが弁済金になっても返してくれない先ほどの前のページの上の部分と同じですよ。X、が、y、に対してて貸金債金1000万持っいいるという状態ですで先ほどの3ページの図だといきなり訴え提起になってましたけれども実際はですねいきなり訴え提起、まあ、たまにすることもありますが。 まあ、要は様子が上がってみるということなんですね。第一段階としては、催促をまず普通するでしょうと。まあ、つまり、えー、例えば、X は10月1日が弁済期だと思っていたけれども、えー、Y から10月1日にね、えー、お支払い、例えば振り込みだとか、そういったものもない。えー、そうすると、まあ、通常ですね、 まあ、あの y に y の状況を伺ってみますよ。ということで。まあ催促をするわけです、えー、民事手続きの背景には詩人間の私的な揉め事として民事運送があるわけです。まあ、要は貸した金返してもらってないという,う紛争ですよね。でこのような私的な事項は各自の自由に委ねるのが原則だという発想があります。でえ、これ私的自治の原則と言っていくんですよ。 つまり X としてももう少し待ってみようと思う場合もあるだろうということなんですまあつまり、えー、個人の自由意志を尊重しますよ X がもう少し待ってみよう待ちたいと思うのであればそれ尊重するわけですよね裁判所の側から、えー、弁済金になっても返してもらえないんだったら訴え提起しましょうと裁判所に言われることないって言いましたよね よって文章続きです4行目紛争が起きてもそれだけで直ちに裁判所の出番ということはありませんと。で X が紛争解決に向けて行動しようと思う場合。 通常は第一段階として電話や文書による催促それが功を奏さないのであれば内容証明郵通常はですねまああのワイワイ忘れてるかもしれないからということで電話をかけてみるメールをしてみるだとかねえー、いうことをするわけです。ね他にもですよそれでもまあ聞かないのであれば、まあ、この内容証明郵便ってですね えー、どういういものたま,たまに何か聞くと思うんですがであの使ったことがある方もいらっしゃるかもしれません、えー、この内容証明郵便っていうのは、まあ、X から Y に出すお手紙なんですが「で私 X はあなた Y にいついつお金貸しましたね弁済期いつですね、えー、でお支払いがないようです」つきましては当方といたしましてもで「いついつまでにお支払いがない場合しかるべき手段に」と「しかるべき手段に」というのは暗に訴えるぞみたいなことを言わさわけですね。で えー、ということでその内容証明郵便同じ内容のものこれを3通作成しますで3通作ってどうするか郵便局の窓口にこの3枚持っていきますで,、えー、で郵便局の窓口に行って、えー、その方中身いいね見てもらうんですね、えー、中身3通とも同じ内容かどうかということを確認してもらってでそこに裁判所判行あさ郵便局判行してもらってで、えー、そして1通は。 y の元に送りますで、そしてもう一通は x にお返ししますもう一通は郵便局で保管しておくんですよそうすると内容改ざんがあこれも実情無理ですよね改ざんしたところでバレちゃいますから でえー、そうすると後々裁判,裁判になった時にこれ証拠になるんですね、えー、いついつ請求したで、えー、という証拠にもなりますので,でこのような形で内容証明優眠しかもですよこの内容証明優眠という形で、えーまあ、Y に対して催促のお手紙を出すとこちらの本気度もより伝わりますよね。 でえー、この内容証明郵便、えー、X 自ら送ることもできますしそしてまた例えば弁護士とか司法書士に、えー、送ってもらうこともできる、ね、えあ,いやあいつプロつけたえ弁護士つけたのと、えー、やべえ俺訴えられるとか、えー、こっちの本気度も分かるわけですね。そううするとと、まあ、としてたたら裁判避けたいと思うのであれば ねえー、何かしらのリアクション例えばねあの1,000万全額は無理なんだけれども、ね、例えば100万円をこれこれこういう返済計画で10回払いでどうかなとか、えーねあのー、いうことも、ねえー、Y の、ね、こちらの本気度を示す、ね、Y に対して本気の催促を促すとあまあ催促すると。で、ね、ただですよそこね、えー、これを出してみても、あのーねえー、なかなかそのように話が前に進まないということもあるわけです。 ではどうするか。で今度ですね、第二段階として次、ADR というものがあります。でこの ADR というのは裁判外紛争解決手続きなんて言っていくんですが、この裁判外紛争解決手続きというのはまあ第三者を交えて話し合いをして解決の道を探りましょうというものなんですよ。ご覧ください。最速が空振りに終われば。 通常はその後話し合いによる手続きである仲裁だとかあらかじめ第三者の心理判断に従うという一般的な合意のもとに手続きを開始するものとしてのまあ,あねえー、仲裁ですね。例えば で両者の信頼しているねえ X と Y の信頼しているじゃあ何とかさんに、ね、決めてもらいましょうとういうような形で何とかさんは両者の言い分聞いてみてではこれこれこういう返済計画で、まあね、100万円10回払いでこうしなさいとういうことを、ねまあ、あのその第三者の判断に従う、ね、という形だったりとか他にもですねその後 で朝廷というメニューこの朝廷ってねたまにあのね聞く言葉かもしれません離婚朝廷とかああいう言葉で使うこともありますけれどもこの朝廷当事者以外の当事者間の合意により紛争の解決を図ろうとするものでつまりこの朝廷というのは第三者を交えて話し合いをしてみるんですよ。そして えね、あのー、まあそこで、まあ、当事者だけの話し合いだとなかなか、えー、感情も先に立ってうまくいかないことがある。で第三者、えー、に、えー、その話し合いに入ってもらって落としどころこれを提示してもらったりしてで両者がその内容に納得したらあじゃあ,あそれでと。 いうこといまああの調停のねそういった提示された内容を飲んでもいいし受け入れられなければ決定もいいというところなんですがでこの調停というのは、えー、まあ最終的には当事者間の合意ですであの仲裁というのはその第三者の判断にも従うんですともとじゃ仲裁あの人の判断に従いましょうという合意を前提に、えー、話し合いをしてでそ,のその第三者が提示した、えー、結論に従うというのが仲裁。 でそしてこれに対して調停というのは第三者を交えて話し合いをしますけれども最終的なあ部分は当社間の合意が必要です。 ということで、まああ、いわゆるこういったものを ADR 当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を目指すという手続き、えー、これを利用するのが通常だそして、まああのね、大体の方がです、ね、民事訴訟、まあ、このあと裁判、えー、ということになるとできるだけ訴訟は避けたいというのが本音のところですから、まあ、この辺りで決着をつくことも多いです。で、 ただもちろんですよ別に仲裁とかいうメニューを利用する必要はありませんしそしてまた、えー、調停を行ったとしても、まあ、よく調停が不調に終わるという言い方をするんですがで話し合いで、えー、いろいろ解決の道を探ってみたけれども、えー、両者合意には至りませんでしたあという場合には、まあ、結局、えー、調停もダメだったねということになるわけです。で、えー、じゃその後ね今度は第3段階です。 保全とこれは先ほど一切出てきませんでしたえー、仮にですね第二段階までで解決が図れない場合、えー、両者の言い分に食い違いがあるとか解決困難な事情がある場合であり いいいよいよ裁判所の出番が見えてくるととうことで特にですね、えー、民事に関する紛争ですね、えー、まああのー、感情面が先に立っていることもありますので、えー、もうあいつの言うこと、まあ、一切、えー、合意なんか応じないと、うん、もう断固拒否してる人もいますし、えー、少しでも少しでも両者ともより良い条件で調停、えー、ということになるとやっぱり落としどころが見つからないなんてことも、まあ、ないわけじゃないですね。 ということで結果調停も不調に終わりましたとかであればもうしょうがない裁判所に一刀両断的に判決を出してもらう、えー、ということも、ね、検討していかなければいけません。えー、その後ではですよ裁判所に訴えを提起する前に将来の権利実現に備えて保全手続きをというものを踏んでおくことが多いんです。つまり、えー、先ほどの事案をちょっと思い出していただきたいです。 今回の事案であれば X は Y は X に対して金1,000万円支払いとする判決まあね民事訴訟になって判決をもらったところで Y が任意に支払わない場合には強制執行となりましたよね。しかしししかその時すでに、y、が財産をててて処分してしまっていたという状況に陥ってしまうと結果 強制執行念頭において訴え提起をしたにもかかわらず判決取っったたにはもうう財産すすかかららんだったという状況が考えられるわけですつまりですよ先ほどの3ページの事案で言うと訴え提起をして判決を取ってそして Y がすんなり払ってくれなければあの土地売っ払っちゃってくださいと。Y、には土地があったからまだ強制執行してお金を回収できたんですよ。 しかし、まあ、例えば訴えられた時点で Y からしてみたらねねあの結論、まあ、どっかで見えてるところもあるわけですよね。となるとこの先の先話って Y はお金どうしても支払いたくなかったならば裁判やってる最中に、えー、もう土地売っ払っちゃって現金どっかに、えーねえー、使っちゃったりどっかに隠しちゃったりするともう結果パーですよね。判決取ったところで強制執行する財産がなければ。 結果もう回収できないで終わってしまうんですよ。なので、えー、ね裁判やってる最中に、えー、まああのね金目のものすべて処分されてしまっていたあという状況になってしまわないように将来の強制執行を見据えて財産をとりあえず確保しておきたいんです。これが民事保全という手続きなんです。ということでその下、えー、そこで訴えを提起する前に。 将来の強制執行に備えてターゲットとすべき Y の財産に仮差しし押さえというものをしておきますで、まあ、この仮差し押さえというのが今の事案お金を回収するそのために財産確保しておくという保全手続きですね。まあ、要は手を打っておくというイメージでしょうか。 で、えー、括弧の中、判決を取得すれば、将来的には差し押さえが可能となるが、この時点ではまだ判決を持っていないので、仮の差し押さえになりますよ、ということなんです。で、えー、この民事保全の手続きですね、X から裁判所に対して、 えー、私これから訴え提起をしようと思っています。えー、これこれほら借用、えー、書もあります、えー。こういう状況で、えー、まあ裁判所さん、えー、ねあの私訴え提起をしてもしも勝った時勝った暁には強制執行したいので財産取っといてくださいということで、えー、裁判所に行くわけですね。でそこでですよ裁判所も えー、じゃあちょっと Y さんの話聞いてみましょうかって Y の話を聞いちゃったらあ Y もその先の流れ見えますからとっとと土地を売られてしまいますよねそうならないように基本的にこの民事保全手続き仮差し押さえっていうのは Y にバレないようにやりたいんですよ。で、えー、まああのね実際のところ本当に X が Y に1,000万の権利持ってるかどうかっていうのは民事訴訟でじっくり調べるにしてもとりあえず財産確保しておくという手続きは。 まあ、y にバレないようにするでこれをですね「密効性」なんて言っていくんですが「密効性秘密の密に行う密効性」なんて言っていくんですが、ねえーまあ、とりあえず X の言い分だけしか聞きません裁判所も「X」の言い分だけを聞いてみてあどうやらこの人に言ってることあながち間違いじゃなさそうだなあということをまあ認めたならばとりあえず不動産に仮差し押さえっていう登記をバズっと入れとくんですよ。 ねええー、もちろんですよその後、えー、裁判所はまあね民事訴訟で、えー、白黒つけいろいろ調べてみたときに Y による全額返済が認められたならば結果もともと民事保全手続き仮差し押さえをするときには X の話しか聞いてませんからもしかしたら話にひっくり返る民事訴訟で全然違ったということもありうるんですなので、えー、暫定的な差し押さえにすぎませんから仮の差し押さえ仮差し押さえです なのでまあ X が裁判に負けてしまったらその後実際の競売手続きに進むことはありません。で、えー、要はこのように、えーまあ、このような手続きを、えーねえー、用意しておかなければ勝ったあとじゃあ具体的に動きなさいだともうその時じゃ遅いということが多分にしてあるわけですね。ということで、まあ、まずはあ、ねえー、訴え提起の前に、えー、財産を確保しておくという手続きこれを踏むことが多いです。 でこれが保全手続き民事保全法ですでこれはちなみに民事保全法というのを司法書士試験の試験科目です1問の出題になりますがこれも試験科目として学習しますではその後ですじゃあ財産も確保したそこで今度第4段階として民事訴訟に移るわけですよね で、えー、ご覧ください。いよいよ本格的な裁判手続きである民事訴訟へと舞台を移すことになります。今回の事案では X が Y を被告として金一千万円支払えで、えー、実際は括弧利息とか遅延損害金なども合わせて請求することが多いとありますがでまあこの利息というのは 弁済期日まで支払い期日までに発生する。例えば、まあ一般的に人にお金を貸すときにはあんまり、えー、あのー、ね友人間なんかであればともかくとして通常まあ利息を取ることが多いですね。えー、例えば、えー、年何パーセントとかね年一パーセントとか年二パーセントとかいう利息これを取ってお金を貸すとね、えー、あと遅延損害金というのは 弁済期になったけれども支払いが滞っているのであれば支払いが遅れて「ごめんなさいね」という損害賠償ですでこれも年何とかいう形で発生していくんですがで例えば支支払払い期日に全額支払うのであれば利息は発生しますよ、ね、借りていた期間に応じて5年間借りていたのであれば5年分の利息が発生しているでしょうし。 でそして、えーね、あの支払い期日から2年後の返済になるならば2年分の遅延損害金もプラスアルファとししてて発生していくわけですなので通常は元本とそのような未払いの利息があればそれもプラスアルファそして、えー、支払い日までの遅延損害金、えーねえー、これも併せて請求することが多いですけれども、まあ、そういったものをまとめて払ってくださいという訴え提起をします。 でその後裁判所は XY 両者のやり取りは口頭弁論この口頭弁論というのは公開の法廷で言い分を聞きそして証拠調べを行う。 つまり両者の言い分をオープン公開の法廷で聞きますよ、まあ、いわゆる密室裁判ってことはしないんですね。えー、もうあの、ね、どちらか一方に、ね、あの何か特別な配慮をしたりしないように両者を公平に扱ってますよということでもう裁判は公開で行われます。で、えー、傍聴することもできますがでそのような形で証拠調べを行います。つまり裁判所ってですね えー、そのお金の貸し借りの事実特に裁判官見たことも聞いたこともない,い自分の話じゃないわけですからね。でなるとと、えー、真実のところってわからないわけですると、えー、貸した借りてないと言ってるのか、えー、返したいや返してもらってないと言ってるのかで、えー、そういったものっていうのは、えー、両者の言い分食い違うところっていうのは証拠によって認定します。 でえー、例えばですよいくら X さんの言ってることが真に迫ってる、ねえー、Y さんの言ってることはどうもなんかね、えー、Y さんのヘラヘラした態度だとおどうもうさんくさいと。 えー、それだけで結論出しませんよ、うんね、だってそれだったら演技派の人っていうのは、ねえー、感情に訴えて涙のポロポロ流せばあこの人に言ってること本当だろうなとさすがにそこまで裁判所はは、えーねえー、そういったものにも騙されません、えー、実際は証拠によって裁判官も確信抱くと、ね、あ確かにこの人お金返しただということを確信抱くかどうか、ね、証拠によって事実は認定していきます。 まあ基本的に自分が勝つために必要な証拠というのは自分で持っていくんです。でえー、ね、ね例えば私は返済したんだとかいうのであれば、えー、そうですね領収書を持っていくだとか、えー、弁済の現場その支払いの現場に立ち会った友人連れていくだとか、ね、えー、勝つために必要な自分のが自分が勝つために必要な証拠というのは自分で持っていくんです。でそして裁判所もそのような証拠によって、えー、事実を認定していくんです。 でえー、そこででは、えー、仮に、えー、Y は X に対して、えー、裁判所がですね金1 0万支払いつまり X の言、e、いを全文的に認めましたそういった判決が出た場合 Y がそれに従い支払いをすれば、まあ、長い道のりになったけれども一件落着と。 でそして、えー、先にですよ万が一支払わなかった場合に備えて仮差し押さえというものを入れておきましたがでも Y がそれにしって従ってすんなり払ったならば結果強制執行に進むことも必要な,らな,、えー、必要なくなりまし、えー、必要、えー、不要となりましたが、えー、不要となったので、えー、その仮差し押さえというのもただ,ただ,ただしいに外されるととうことですただですよ で判決が出ましたそれでも Y が払わないとなったら先ほどのページにあった民事執行に移るわけですよ第5段階、えー、民事執行です Y が支払わない場合には X は確定勝訴判決。 この確定訴判決というのは先ほど言った判決が、えー、控訴もなくて、えー、2週間経って確定したもうこれで最,最終決着ですよあとから蒸し返すことができませんよという状態になったならばそれを根拠に Y の不動産やあと債権,なんです、ねえー、債権など財産的価値を有するものに強制執行することを裁判所に申し立てると。 でまあ、この債権、えー、例えばあの銀行預金だとかっていうのを差し押さえたりすることもありますけどもで、えーまあ、先に,あと先に、えー、仮差し押さえをしていた財産があればそれに対して強制執行を申し立てると、えー、先に財産確保しておいたのであれば今回の強制執行のターゲットを確保するためにっていう前提ですから、えー、そこに対して強制,競強制執行を申し立てることになりますよと。 で当該手続きによって売却された代金で X はようやく1000万円の債券が回収できるということでで費者、えー、試験の試験科目となっておりますのがこの中の民事保全民事訴訟民事執行と。 こういう形です。民事保全と民事執行に関しては一問、えー、の出題にはなってますが、えー、まあ主に不動産登記の絡みもありまして、ね一問以上の重要性があります。まあもちろん民法との絡みもあります。でこのように法律って一個一個が単体で独立しているのではなくて、えー、あっちの法律とこっちの法律を絡めて使っていくなんてこともよくありますので、ね、えー、そういった意味でまあ司法書試験は全部で十一科目ありますけれども。 ねえーまあ、例えば、えー、司法書試験の最重要科目である民法なんですが民法なんかは、えーそうですね、全部で20問出ますけれども20問以上の重要性はあったりするわけですね。いいろろんな科目に影響してくるというとうころですあと最後ですね、えー、もうちょっと強制執行これを、ね、深く見ていきましょう。 6ページですが不動産強制競売手続きの流れといたしましてぜひですねちょっとここで用語を覚えてほしいでですねでまず民事訴訟のあとこのあと強制競売民事執行ということになりますが民事執行をね強制競売やってくださいという時にどうするかっていうと先ほども言いました。 民事訴訟で判決によって権利関係を確定させた。だから、その判決を持ってえー、まあ、強制執行手続きに進むことができるわけですよ。よということで、丸1番支払いを命ずる判決が確定しました。この判決っていうのが先ほどの事案で言いますと、x から y に対する1000万円の権利が認められたわけですよね。 そうすると、えー、民事執行の世界においてはじゃあ1,000万円の権利、まあ、債権回収のために競売しましょうということになりますので、まあ、要はあこの債務名義というのは、えー、これ強制執行を行うために必要な公の文書 X の権利がこれによって確認できるわけですよね。X の1,000万円権利、えー、というのが認められたわけですから。 強制執行手続きを行うためには、えー、このような、えー、ね、えー、権利を証明するような文書が必要で、で、えー、公の文書、つまり例えばエックスワイ間で作ったね借用、えー、書、えー、みたいなあいわゆる私文書じゃダメなんですよね。えー、判決だとか一定の公の文書、公文書に限られております。で今回であればエックスは判決を持っておりますので、判決を持って 執行裁判所に行くわけです。 ということでじゃあ執行裁判所に二番で強制競売売のの申立ててて、えーね、あいいいつの土地売っくっくださいなんて言いに行くわけですねでちなみに、えー、この強制競売の申し立てとありますが裁判所に対して売却対象の客体ですね例えば不動産なのかとか、ねえー、まあ今回であれば Y の土地でしたけれどもあの土地売っ払っちゃってくださいということで売却のターゲットっていうのは自分で特定していきます。 で裁判所に対してほらほら私も1,000万の権利持ってるんだけれども、えー、なんか Y の金目のものを売っ払っちゃってください財産の調査お願いしますねって裁判所に言うわけじゃないですよ。でえー、なのであの結構これ大変なんですよ、あのーねえー。実際仮差し押さえなんかを入れとく時にも、ね、あいつの強制執行可能な財産何人ないかなとで結構うまく財産隠してる人っていますいますので、ねえー、ただあー、ね、ターゲットっていうのは自分で特定していく必要はあります。 ということでまあ今回であれば「Y の土地がありました」えー、そうすると「ねえまあ、強制掲牌、えー、お願いしますと」と、えー「大阪にあるあ,のあいつのあの土地をっ払っちゃってくださいと」とういうことを申し立てるわけですね。でそこで、えーまあ、裁判所も えー、その判決債務名義という種類の文書具体的には判決とかいろいろな種類の,あの判決には限らないんですけれども、まあ、一番オーソドックスなものが判決ですつまり債務名義というタイトルの書類があるわけではなくて債務名義と言われるものはあ、ね、強制執行を行うために必要な文書なんですよその一つの具体例が判決ですよと。 というここでで、えーまあ、債務のの一つの具体例判判決、ね、これを持って裁判所に行くわけです執行裁判所に申し立てをして裁判所も、えー、その判決債務名義だとかをいろいろ調査した上で問題ないなということを認定したならばよっしゃ競売やりますということで丸三番開始決定が下るわけです。で、ねえー、つまりですよあの X が裁判所に判決を持ってきたからといっていやいやこれじゃダメだよってケースもあるわけですよね。 でまあ、必要な手続き踏んでないとういうこともあります。ねあのー、なので、えーまあ、裁判所も問題ないよしやりますとういう認定をするこれが開始決定です。でそうするとよっしゃ裁判所が競売やりますと言った、えー、裁判所一発目何をするのかなんですがでこれはですねまず客体が不動産であればそこに差し押さえの登記というものを入れます。先ほど 仮差し押さえを入れておきましたね仮差し押さえを入れておいた、えー、その不動産に大した土地を売っ払っちゃってくださいというならば、えー、今度はそれが差し押さえの登記に変わるわけです、えー、仮差し押さえの登記を入れといたで今度は差し押さえの登記が入りますでそして債務者今回であれば Y さんですね、えー、Y に対してあなたの不動産競売にかけますよという連絡が行きます さすすがでね、えー、いくら裁判で負けた Y と言っても Y の知らないうちに、えー、売却され,たっちゃされちゃった、えー、では、えー、これはきついですね、えー、ですからあまあ Y も、えーね、あの何言ってんですか判決出た時点で私も全額払いましたよってこともあるでしょうからそして裁判所はどうするか今度、えー、裁判所が売りに出しますからあ物件を調査していかなきゃいけないですよね。 例えば、えーね、あの土地のの状況だととかかっってていうのもあ、ね、額とかも額変わってきます、ね、例えばですよ行動、えー、に面している土地なのか過度地だとかっていうのは結構条件いいですよね日当たりの良い土地なのか土地の面積とかどのぐらいなのか、えー、土地はあ綺麗な状態のさら地なのかとか、えー、そういったことを現状調査してでそして、えー、裁判所もですね,、まああのー、ね不動産の競売なんかだとゼロ円スタートとかいうことしないんですよ。 不当に安くなったりすると困りますから一応売却基準価格なんてものを決めます。えー、であの入札は最低いくらからなんてものも、えー、こういった調査評価だとかによって変わってくるわけですね、えー、調査評価をした上で競売、えー、にかけますよ、えー、それが今度丸六番入札となりますね。で一般的には期間入札期間というのはいつからいつまで欲しい人は入札してくださいということで、えー、入札を受けて。 そして一番高い値段をつけた人に対して、えー、その人に売ってよいかどうかというものを決めます。丸七番売却許可決定という形になるわけです。えー、一番高い値段をつけた人によっしゃこいつに売るぞという許可決定。そうすると先ほどだと Z さんでしたが、Z は丸八番裁判所に対してお金を払って、そして裁判所、えー、からまあね配当という形で、えー、今回の債権者 X さんに。 お金が渡される。ねえー、ということでまあ不動産強制競売手続き、ねえー、このあとですね所有者も変わりますから、えーねえー、Y から Z に所有者変わりますよね。そうすると裁判所から登記書に対して不動産登記です、えー、所有権の登記名義をで今度は Z 名義にしてください。 でそして差し押さえの登記だとかっていうのも競売のために入れといたわけですから、えー、そういったものももう消してください競売終わりましたというような形ででこのような一連の流れによってまあね権利、えーまあ、内容の強制実現ができたということで でいかがでしたでしょうかまあね競売まあ一般的には競売、ね、よく耳にする言葉ではありますけれどもで具体的に、まあ、このような手続きですね比較的あのあそうなんだということを興味持っていただけたのではないかなと思いますけれどもでこのような形で講義はですねもう具体的な事案をもとにご説明してまいります。でそししして特ににでですすね,、まあ、あのね先ほど申し上げました社会人重結成の方も非常に多いですから あのやるところ、えー、いらないところ、えー、やる学習がっつり学習するところ試験対策としてはいらないところで、えー、これを明確にメリハリつけてやっていきますそして今何をするべきなのか、ねえー、具体的なやり方、えー、細切れ時間の使い方そして例えばあのいろんな問題集あります例えば、えー、少々試験の過去問ですよね。 で過去問に関しても資格試験といったら何か過去問をとにかく徹底的に解くとイメージあるかもしれませんが過去問の重要度っていうのも実はですね科目によって違うんですよ。 でえー、これも法改正だとか実務の動向等によって、えー、科目によって例えばもうね、えー、もう昭和時代の過去問は今と出題、えーねあのー、稽古がずいぶん違いますから昭和時代の過去問解いてももう今の対策としては意味がないという科目もあればこの科目に関してはほとんど出題結構変わってませんから徹底的に過去問解きまくってくださいもう昭和の時代からというものもあったりいたします。 ね、法改正だとかによって古い時代の過去問というのは旧法律をもとに作った問題なので一応レックでお出ししている過去,問、えー、過去の本試験問題集合格ゾーンと言っていくんですが、えー、そういったものについては新しい法律に置き換えて問題を解題、まあ、作り直してはいるんですけれどもでもそうは言ってもですよ論点が今の法律と違っていたりすることもありますしそしてまた、えー、新しい法律に基づいた知識っていうのは過去問には乗っかってないわけですよね。 そうすると古い時代の旧法時代の過去もぐるぐる解いてても今の本試験対策としては効果は薄いわけですよね。となるとそういった改正が多いような科目なんかについては。 ねえー、過去問、えー、以外の手を打たなきゃいけないということにもなりますので、えー、ぜひですねそういったものは科目によっても対処の仕方違いますし、ね、何年分の過去問解くのかそして、えー、例えばですね時期にによよよっっってててもも学習法って実は違違うんですす科目によっても違います、ねえー、講義受けてる最中は例えば、えー、テキストの読み込みと過去問演習のウェイトは、えー、例えば、えーねえー、6対4ぐらいであってくださいとか科目によっては7、3とか。 4六とかいうこともあるわけです。 で、えー、時期によった勉強方法学習のウェイトだとかあと優先順位えー、とにかく次回講義までにここは覚えてきてねとかで、えー、ここは全科目済んでから読んでいただいた方が理解はしやすいですという分野もあったりいたしますでもしくは例えば民法の知識であったとしても不動産登記とがっつり絡むので不動産登記の講義の中で、えー、説明しますよということもあったりいたします、えー、ですからあのもうとにかくぐた 具体的な学習法、細切れ時間の使い方ねえー、例えばもう講義の中ではもうあのモチベーションの上げ方だとか、ねえー、そういったものも事細かにいい、ね、あの伝授してまいりますのでもうそういったものに乗っかっていただきたいんですね。 でそしてまた、あのね、私自身、まあ、あの皆さんがもう人生かけて望まれる資格ですで通信、通学を問わず、えー、ぜひです、ね、あの直接、ねえー、皆さんとまあフォローしたいと言いますかあの、まあ、やっぱりです、ね、質問なんかにおいてもしゃべった本人に直接聞くのが一番なんですよ。 で例えば講義の内容に関して先生ここのところでこ,これこれこう言ってましたけども理解はこれでいいですかといったところに関してやっぱしゃべった方に私に聞くのが一番ですよね。基本的にののインタターーネッットフフォローで言うとと、あのー、スタッフからのご回答となってしまいまいすしかし、ね、スタッフは勉強内容の、ね、質問にはお答えできても例えば過去問のここの部分についてはこれでいいんですかとかいうことについてお答えできても例えば講義の内容を全部聞いてる覚えてるわけでもない ないですしそしてまたいわゆる受験指導のプロではありません、えー、となると、えー、例えばその時期に応じた勉強法だとかあっていうところをね、えー、指導するとアドバイスをするというのがなかなか難しい、えー、ということから、まあ、あの私のクラスの受講生さんに関しては通信通学を問わず私が直接インターネット上でご質問にお答えすると。で、ねえー、本試験直前まで、えー、皆さんと二人三脚で。 一発合格を目指して頑張っていくね態勢は整っておりますのでぜひですね、えー、ね一緒に勉強して頑張っていきたいなと思っておりますでそしてまたあのそうですね生クラスは渋谷駅前本校でで講義はですね週三コマででそうですね水曜日の夜と日曜日に二コマ週三コマですね水曜の夜に一コマと日曜の昼ですねに二コマ えー、週三コマペースで進みます。で特に、えー、この私のクラスの特徴として、秋にスタートクラ、えー、スタートするクラスでですね通常、えー、週二コマで進めていくというのが、えー、レギュラースケジュールではあるんですが、私のクラスは週三コマあ他のクラスより早いペースで講義を終えます。ね配信もその分早いです、えー。このメリットといたしましては特にですね、えー、先ほど申しました司法書士試験って 全科目終わってみてあっちの科目とこっちの科目をつなげて学習してみてより理解が深まると、えー、過去問解いててもすんなりはまると、えーね、あのすんなりすっきりするう、ね、結論が見えやすいというところもありますので,で、えー、まずはですね全科目学習したその後と、ねえー、ブラッシュアップをしていくというのが近年の司法書士試験においての学習の王道なんですね。 ね、そうすると、えー、講義のペースって早い早い早い方がいいに決まってるんですよ。ね、えー、週三コマのペースを、えー、そんなにこなせるかなと思うかもしれませんが、えー、受験会では週三コマペースって当たり前なんですね。 働きながらの受講生さんで,もで逆に130コマの講義を週2コマで進めていくとかえって間延びをしてしまうずいぶん前のことを忘れてしまいますよなのでまずは講義をとっとと得るとで、えー、全部終えた後で問題演習を通してブラッシュアップをしていくということからあの確実な合格を目指していくそのためにはもうね万全のスケジュールではあると思いますので,で、えー、週3コマペースでまず約1年で講義を終えるでその後 講義終わる時期が例えば生クラスなんかであれば、ね、1年後の10月に講義が終わりますのでそこから本試験まで、えー、まあね7か月ちょっとありますので,でそこで問題演習を通じてブラッシュアップをしていくと「全科目終わりましたいきなり本試験です」だとそうブラッシュアップしていく要はあっちの科目とこっちの科目をつなげていく時間がないんですよね。 ですから、ね、その時間をね総復習によって2回目回していくとそして過去問演習だとかその他の問題演習によって解いて知識を上げていくとやっぱり読んでるだけではなかなか知識って定着していかないので問題演習も必要です。 でえー、そういった時期講義終了してから本試験まで、えー、時間が十分取れるで、えー、そして、まあ、万が一何か例えば仕事の都合で2ヶ月ぐらい勉強できない時期があったとしてもで、えー、講義終了時期が2ヶ月ずれたとしてもまだ本試験まで、えー、半年弱ありますから。 何かしらのアクシデントにも対応しやすいということで、えー、ぜひですね、あの確実なあ一発合格これを狙うために、えー、週三コマペースでね、えー、一緒に頑張っていきたいなと思っております。あと、えー、関東ですね、えー、にお住まいの方であればぜひですね、えー、生クラスでの受講これを検討されてみてはいかがでしょうか。結構最近いらっしゃるのがあの東京に住んでいるけれども一応あのね行けなくはないけれども、えー、通信で勉強しますという方、まあそれでもいいんです。 がやはりですね生クラスならではの強制力ですね、えー、学習ペースーねあの最近だと生クラスも全部生の出席全生にこだわる方っていうのは少ないんですね、えー、あのー、行ける時に行くね例えば週末の日曜の講義だけ行く平日はウェブで、えー、聞く まああの講義っていうのは収録して生クラスの受講生さんであればもうすぐネット上にアップしたものが見られますので次回の講義までにはその講義受けられます生クラスと同じ講義受けられますので,でえそういったような形でえまあ講義ペースに対する強制力がないとなかなか時間が空いたらやろうってなってるとせっかく週3ペースで配信しているのにえ気が付いたらえ週1コマしか受けられないという状況にもえ陥りかねないので可能であれば。 通学で受ける、ね、あの結構ですね東京以外からも遠くからでもですね過去の受講生さんで例えば長野から週1回新幹線で週末だけ通うという方この方も短期で合格されましたけれどもそういったような形であと、まあ、その生クラス渋谷オリ,ジナルルオリジナルのカリキュラムっていうのも用意しておりますのでもし可能であればそういった渋谷オリジナルのカリキュラムですね生 マクラスの特典ですね。そういったことが知りたい方はあの渋谷にお問い合わせいただければあのそこをスタッフからもしくは私から直接回答させていただきますということで、えー、ぜひですね、えー、皆さん一生の武器になる、えー、人生を変えることができるだけの資格だと思っておりますねあのそのためにあ当然努力が必要です、えー、もちろんですね、えー、楽々一発合格というわけにはいきませんけれどもただ受かるための講義受かるためのねえー そうですね大切となっておりますのでぜひあとは皆さんのやる気これをお待ちしておりますそれでは本日は以上でおしまいになります長い時間お付き合いありがとうございました